はい、スピリと申しまーす。ポケモンリンキャンプ場紹介やってきまーす。はい、というわけでね、私もスケートリンク、小さい方ですけど、ちょっと作ってみました。これね、周りにあるのが去年できたやつですね。で、今回はちょっとね、一回滑り終わってから次の滑り出しまでがちょっと早いみたいで、結構ね、連続でくるくるくるっとできるみたいですね。これ、もし、いっぱい並べて、動物たち遊んでるよっていうこと、方いらっしゃいましたらね、ちょっと動画撮らせてもらいたいので、もしよかったら声かけてください。はい、というわけで今日はですね、大きなね、スケートリンクもあるっていうことで、うさみいこさんのキャンプ場ちょっとお邪魔したいと思いまーす。では、移動します。はい、到着でーす。あ、いいですね、ちょうど滑ってる。すごい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 。あれ？あ、昼間とちょっとレイアウトが変わられたみたいですね。ちょっと待ってね。昼間はね、昼間撮ったやつがちょっとだけあるから、ちょっとだけね、申し訳ない。後で画像を出しまーす。さあ、全体で見ると、全然全体入んない。え、そうなの？あれ？あ、あ、よかったよかったよかった。入った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 。はい、じゃあ全体で見るとこんな感じ。いいね、やっぱり、これ、かわいいね。いや、この雪の日に、このね、これもいいけど、ああ、これ、あ、やっぱ綺麗だね。シャキンと、おー、いいね。シャキン、あー、いい。あ、これ、あ、お洋服まで、ちゃんと、お正月のお洋服着てるね。で、こっちですよ、これ。おお、すげえ。くる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 。ほう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 。あれかな？なんていう、トリプルアクセルぐらいしてる？前から飛び出すのがトリアクセルだよね。だから。あ、え、なに？二人とも揃ってくるくるするんじゃないんだ。え、別々だったね、今。へえ、すげえ。おー、かっこいい。おー、同時だ。すげえ、こっちは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 。あ、こっちはアップルじゃん。よいしょ。あ、この奥のスケートで一緒に滑って、お、すごい。かわいいねー。お、シャキーン。おー、いいねー。あ、そうか、これ、スケートリンクの中の、雪の結晶も動いてるんだね。すげえ。スケートってね、意外にこの、ジャンプって難しいんですよね。後ろで滑るとかならね、まだ、後ろ向きで滑るとかだったらまだできるけど、このね、ちょっと一回転のジャンプすら怖いのに、この子たちすごいね、三回転っていうか、おー、すげえ、かわいい。これ、オブジェもわざわざ後ろなくして、すごい見やすくしてくれてますね。あー、いいな、ありがたいな。あー、この雪だるまは、狸の帽子かぶってんだね。へえ。あ、しずえちゃん、しずえちゃん、あ、スキーの、スケート靴履いてんだ。へえ、すげえ、かわいい。雪だるままだ持ってないんで、これも早く欲しい。あともうちょっとだと思うんだけどな。よし。いやー、これはやっぱ綺麗だね。かわいいね。私も滑りたいんだけどな。これ入れないんだよね。レイアウトもね。ああ、いいね。やっぱこういう生垣が前にあると。はっきりここが見えるようになってんのか。すごい。やだ、これ。いや、早く欲しい。これね、あとね、10個だったかな ?10 個でやっと1個作れんの。ハニワがあと10個で。ね。あ、うさみこさん今日はお願いします。ちょっと車内も失礼します。ほい、おさすがです。さすがです。なんでさすがですっていう、このちょっとした分でも噛むんだろうね。これ、綺麗だね。
なんだろう、このまとまり感、まとまり感、一体感、まとまり感。お店だね、もう完全に。すごいなぁ。いや、ちょっとね、私、つい最近こういうケーキバイキング的なお店行ってきたんでね、ちょっと思い出しちゃいましたよ。この、絨毯の赤いのと壁の赤いのですごい高級感出ますね、これ。で、ちょっとしたカウンターとかにね、お花が飾ってあったりとか、観葉植物が置いてあったりとか、なんていう？女性らしい気遣い。すごいね。あーで、このオレンジのランプも左右に置いてあってすごい綺麗ですね。あーかっこいいね。あ、メニューの裏側も見える。やっぱメニューって書いてある。そうなんだ。へー。いいなぁ。今夜中の12時、ケーキが食べたくなってくるお時間です。はい。だけど私もね、なんか、その時のケーキバイキング、ケーキバイキングじゃないかな？何の写真撮ったかな？なんか、食べ放題のね、お店行ったので、そこの写真買って載せときまーす。はい。おー。すごい。なにこれ。結婚式場だよね。でも、花嫁さん。花嫁さんが、生首だよ。怖くないこれ生首ではないのか。あれから、なんていうのかな、花の冠を、花嫁さんが受け取るのかな。すごい雰囲気あるねこれ。ライトが一個もないのか。この左右にあるんだ。この左右だけか、奥はないんだね。でまたこの雰囲気、私がちょっと怖いなって思ったのやっぱこれだね。手前のコウモリの柵があれだね。なんか雰囲気出してるんだね。あ、で、この壁紙の使い方がやっぱうまいですね。すごいね。さあ、では、一回外戻ります。そして、コテージ行きましょう。コテージね、うさみんこさん、だいたいいつも、キャンプ場にね、うさぎさんの動物たちを集めてたんですが、今回は、うさぎさんがね、一人しかいないということで、多分、このコテージにいるんじゃないかなと。私の勝手な予測です。まあ、違ったら、お恥ずかしいだけですね。はい。あ、すごーい。あ、ちょっと待って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 。これ、あ、戻らない戻らない。お店だー。あ、じゅんくん店員さんだ。あ、じゅんくん。すごい喜んでる喜んでる。すごい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 。レジでしょ？で、最近ね、コンビニにコーヒーあるよね。これ、そうか、こっちに置けるんだ。そうか。すごい。コンビニ、あ、こんにちは。もしかして、ジュースですか？あ、リンゴジュースですか？美味しいのあるね。で、こっち、ファックス、コピー機。で、こっち、アイスだね。アイス何買うか迷ってる。私もね、この雪の時期になったらね、雪見大福を食べようと思っています。食べたい。いやー、いいね。雪見大福。いや、雪見大福がいいんじゃない。このレイアウトすごいね。いや、完全にコンビニだわ、これ。うわ、かっけー、すげー。ちゃんとね、ここ、スタスタスタって渡れるようにもなってるし、カップラーメンとかね、買えちゃうよ。カップラーメン、なんで代表的なものがカップラーメンかちょっとわかんないけど、カップラーメン思い出しちゃう、今。で、外にね、ゴミ箱があって、最近はね、ちょっとコンビニの中にも置いてあるけど、置いてあるとこも多いけど、すごい。マジでかー、これ。いやーすごいね。本当はこれ、お花のね、ショーケースだけど、完全にちょっと、
ここでわざと見えなくしておいて、こっからこう見ると、コンビニのジュース置いてあるとこだよね。うわ、すごいね、これ。素晴らしい。いや、これほんと素晴らしいわ。さあ、では今日、サミーコさん。よいしょ。いいねをさせていただいて。はい、変なタイプの方でした。いや、今日は本当にいろいろいいもん見させていただいて、うさみいこさんありがとうございます。じゃあ最後元に戻って、うさみいこさんのキャンプ場行って挨拶しようかな。はーい、では今日も、最後までご視聴いただきありがとうございました。はい、本当にすごいキャンプ場でしたね。これかわいいね、やっぱり。雪も降ってるし、すごいね。はい、というわけで、ですね、キャンプ場の紹介をさせていただけるキャンパーさん、募集しています。ちょっとね、私自分自身がメールをちょっとね、今、あまり使ってなくて、載せてなかったんですけど、メールでの方がやり取りしやすいっていう方もいらっしゃるようなので、メール復活させておきます。できるだけね、こまめに見るようにしますので、もしよければそちら、もしくはツイッター、この動画のコメントなどで連絡をいただければ、お迎えに、撮影に向かいますので、ぜひぜひよろしくお願いします。またね、冬景色いろんな方が、いろいろ楽しまれているようなので、ぜひぜひお声掛けください。では、今日も、最後まで言ったね、これ。はい、というわけで、今日も、ご視聴ありがとうございました。何か言ってもいいか。はい。では、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。スピルでした。チャンネル登録、高評価、もしよろしければお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。スピルでした。またねー。